ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっとこっちの階段から先に、え、いけんやないかびっくりするぐらいいけんねやけど、ちょ待って、ってことはまああれか、とりあえず痛いとりあえず、あーって怖い、なんてことすんだ。とりあえずここを解放するってことはできるわけよね。開いておいて別のところから行くってことかな。あ、滝が止まる。え、そこ、あれ、横の入り口はなんかまた別のダンジョン。そこにはどうやって行くんや、飛び降りるんかな。行けんよね。ね、あれはなんなんやろ。え、そこに行ったはいいんやけど、なんだ、どうするんだ。とりあえずなんか滝のところから飛び降りろみたいなの言ったよね。ということは、まあ、飛び降りなければいけないんだろう。え、待って、いた、いた。なんかあれか、さらに上からってことよね、まあ、飛び降りるわけやけん。え、さらに、あ、ここ、あ、ここなんかいける、タルタル山脈。この中は一体、出て出て、これは、どう進んでいくのがいいんかな。あ、ハートのかけらある。てかちょっと待って、こっちから行けるのか。とりあえず溶かす。これ普通にやっていきよったら落ちるよね落ちるよね。ああー、でもそこが何だ、自分から落ちてったぞ。これってハート回復、え、回復はいいんやけど、壊せ、え、何、火が飛んでくる。ちょっと待って、もう一回、もう一回ちょっと上がってきて、あ、これこっちに動かして、こう動かして落ちた落ちた。これでよし、ハートのかけらゲット。多分これでハート、うわ、ぶね。ハートのかけらが二つ目かな？よしよし。あ、これどこに出るんやろ？出て出て。別に何も起きることはなく。で、これは、どこなんだろうな。とりあえずなんか出口があるけど。出口はとりあえずあるっぽいけど、あっち側に渡ることはちょっとできなさそう。あ、ん？できるんかな？あれ？あっこは飛び越えられるか？ちょっと待ってね。あ、なんかあっちの部屋にもハートのかけらある。あ、届いてなーい。全然届いてない。これはなんで一個だけここにあるんや？特に意味はない。はい、ここにも宝箱。50ルピー手に入れた、割と嬉しい。あ、あっこからなんか、もしや降りていけるとかそういう感じか。てい、危ない。あ、あれ、パパール。え、誰かに向かって手を振ってるけれど、誰もいませんよ。ここから入って、上に行けるんかな。よいしょ。あ、行けそう。多分これでパパールのとこ行けるんじゃない？はいはい。行けい。あ、宝箱や。ええー。
ちょっとそういう仕様いらんって。しかも特に中におるモンスターが何かいいものを落とすわけでもなく、何も落とさないという。あ、来たよパパール。何やのか、普通の敵か。いやー、約束通りパパール遭難したっすよ。腹が減って動けないっすよ。なんか食い物くれないっすか。あるんかな。いいよ。あー、パイナップル。なるほどね。これはうまそうなパイナップルだ。それじゃあパイナップルをいただきやーす。何それ、パカって開いた。お、そうだ、お礼と言っちゃなんなんですけど、こいつを差し上げるっすよ。ハイビスカスって花でさ。ハイビスカス、え、誰やっけ。あのなんか文通がどうのこうのって言った子は何が欲しいって言った。パイナップルとハイビスカスを交換した。うまいっすよ、うまいっすよ、力が出るっすよ。帰ることはできるの。いやー、皆さん、あなたは命の恩人っす。そうかい、帰ることはできるんですか。できるんならいいんだけど。あ、もう戻るしかないのか、これは。じゃあパパール頑張って、頑張ってちゃんと戻ってね。四つ子ちゃん残していなくなってる場合じゃない。あ、こっから降りれるってことか。また他の場所は。あ、なるほど、行けないってことはもうここに行くしか。ん、ここは一体横に階段が。あ、一瞬行けんって思ったけど普通に押せるよね。はい、どこに出るんやろ。ここ、あ、ここ、うわうわ、なんてこったい、なんてこったい、つら。てかちょっと待って、せっかくパイナップルゲットし、パイナップルじゃない、ハイビスカスゲットしたけんさ、動物村。もうここまでワープで戻ってくれるもんね。はい、動物村に着きました。動物村やったよね、あの文通の子がおるの。どこやった、ここやった、全然違うかな。あ、全く違う。この辺りか。ここは結局さ、誰もおらんの。それともなんか泳げるようになって水の中に入ったら誰かおるとか。声するよね。ここか。あ、いたいた、君かな。あら、私にそのハイビスカスをくださるの？どうもありがとう。とっても紳士的なあなたにお願いございますの。聞いてくださいます？うん。ライトさん関係じゃないかな。ほーらー、森の外れのライト様に手紙を届けていただきたいの。よろしくお願いいたしますわ。うわ、ラブレターやん。ハイビスカスがヤギの手紙になった。なんかすごいぞ。どういうことすごいって。私、美味しそうな髪だと、たとえライト様のお手紙でも食べてしまうことがありますの。お恥ずかしい。それで返事が返らないのか、もしや。これを届けに行きたいんだけど、どこにワープしたら早いかな。よいしょ。ということはだ。まあ、メーベの村近く、ウグク草原に行けばいいんかな。ワープする。ここも直接メーベの村にワープができたらって思ったけど、まあすぐ横か、変わらんか。変わらんか。あ、ちょっと待って、私爆弾補充しとくわ。爆弾補充して買います。ここのハートのかけらも買っておこっかな。よいしょ。はい、ハートのかけらがお金で買えるっていうね。はい、これで3つやろ、ハートのかけら。オッケー、嬉しい。でもハートのかけら200ルピーもするのか、辛いな。パパールはもうすぐ戻ってくるはずよね、きっと。きっと。あ、てか四つ子ちゃんたちはあれかい、自分の父親が遭難しているというのに私とマリンのことをヒューヒュー言ってたんだね。のんきすぎやしないかい。
だいぶのんきじゃないかい。ちょ、ライチさんのとこ行こう。痛い。縦構えたはずなのに。背後から、ピッ。オッケー。あ、ルピー。ルピー大事。よいしょ。定期的にね、あの爆弾は補充していきたいけんね。はい、ハート。来たよー。お手紙持って。ライトさん、あ、こっちから話せるか。お、嬉しそう。なんと、文通のお返事を持ってきてくれたんですか。嬉しい。よかったね。ちゃんとお返事だよ。あ、しかもクリスチンちゃんのブロマイド付きだ。ピーチじゃね、これ。なんと美しい。あ、お礼をしなくては。と、ライトさんは人間だと思って文通をしてるわけだね。でも、ほうきくらいしかないんです。これでよろしいですか？いや、いいけど。ほうき、どこでいるかな？お礼にほうきをもらった。しかし、あのブロマイドは。騙されてるよ。いや、文通って本当にいいもんですよ。そうかい。ちょっと夢を壊してはいけないから、言わないでおこう。そっか、あれよね。要は、女の子がネット上で、自分と偽って他人の写真を使いよるのと同じってことよね。まさか文通でまでそんなことがあるとは。あ、でも文通の方がやりやすいんかな、そういうの。画像検索とかないし。ね、友達、可愛い友達の写真とか使ってそういうのやりそう。ね、ここってすごい怪しくない？なんもないんかな？え？爆弾？なんか爆弾補充できた。他には落ちてこない。もう何もないのか。なるほど。なんか一個だけね、離れたところにあるの超怪しいよね。ちなみに、ちょっと私まだ一回も釣りをやったことがないんだけど、10ルピー。A の長押しでルアーを投げられる。押した長さで距離が変わるよ。L でルアーを動かし、魚が食いついたら A、連打で早く巻き上げられる。あとは魚との勝負だ。頑張るのだよ。確か情報によると、一番手前の魚を釣るといいことがあるらしいんやけど、一番手前のであったんかな？なんか一匹だけ違う魚おるやん。あっちの方が気になるんやけど、私。とりあえず。はっ。めっちゃ遠くまで飛んだ。ちょっと待って。私あの緑の狙ってっていいかな。他の魚食いつかないでね。ちょっとずつ、あ、なんか来そう。大丈夫か。多分この魚のことじゃないんかな。違うんかな。位置でなんかな。お、来るよ来るよ。はい、オッケー。でこっ、魚が逃げちゃった。もう一回釣る。ちょっと待って。一回やり直した方がいいんじゃない？おらんくなったよ。もう一回もう一回。もう消えたかな？復活する？どっちやろう？大きい方かな？ちっちゃい方かな？とりあえず、緑ならいいとかそういうことではなく。さあ来いよ。今度は一番手前に緑おるよ、ちゃんと。ほら。ほら。ほら。食え。あー、待って。食って。ほらほら。あ、通り。ほら。ほら。これもう遠くにできんじゃない？あ、来る。あー、お願い。来て。これ。もうね、あの、一番手前にしてしまったけんね。あ、来て。あ、ああ。ちょっと待って。はい。ああ。もうちょい。これだよ、これ。食え。よし、来たよ。どう？めっちゃドヤ顔やん。
超ドヤ顔やん。大きな魚が釣れた。重いぞ。53.58cm の魚。これはでかい。お前に17ルピー。お、新しいルアー。マジでありがとう。やや重いルアーを手に入れた。ちょっと深いところの魚が食いつきやすいぞ。初めてこのサイズを釣ったね。ハートのかけらも渡そう。あ、やったー。ハートのかけらが4つ揃った。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。うん、もう一回釣るかね。大丈夫。やめるのかね。気が向いたらいつでも来なさい。まあ、要は青いサイズなら大丈夫やったってことかな。とりあえずね、ここでもハートのかけらがゲットできるということやったけん。ほうきは、あれ？もしかしてほうきがなくなってお困りで？やっほーやっほー、新しいほうきかい？はぁ、ほうきがなくなった部分のストーリーを見てないわ、私。悪いね、私にくれるんだろ？そうだよ。なんでなくなったの？それじゃあお礼に川で拾った釣り針でもあげようかね。ありがとう。ほうきと釣り針を交換した。今度は何になるんだろう。これは別にあの人は困ってなさそうやったけん違うってことかな。別の人？今度は何になる、てか最終的には何になるんだろうのは気になるんやけど。めちゃくちゃ気になるんやけど。よっこ。さーて、いきますかね。ってことで、ワープしていきます。爆弾も補充できたし、十分。どこに行けばいいんやっけ？あ、そっか、こっちか。タルタルコーチ。ワープします。はい、タルタルコーチにワープしてきて、まあ、私の、怖い。パールがおったところの近く、行きたいなぁ。近くに、いやー痛い。はい。飛び降りれるところがあったよね。アップから飛び降りて、私は横のね、余計な階段に行ってしまったから、ダメだったのだけれど。いつも気になるけん、やっぱりちょっとほら、落とせる。青リンゴを拾った。ハートがたくさん回復アイテムとして使えるんや。めっちゃいいやん。ハートが少し回復。青リンゴは貴重なんやね。どうして今までゲットしなかったのか。あ、こっちはいけんのか。あ、ポパールがいない。帰ったんやね、子供たちのところに。よかったよかった。ちゃんと戻れたみたいで。一安心やね。よいしょ。ってことで、ここが、まあ、アングラーのなんちゃらかんちゃらというところでしょう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さてことで、次回こそ本当にこのアングラーのところ、まあ攻略してクリアしていきたいと思います。